はい、おはまるどましょう、まるセブンでございます。今回ね、バックパックバトルズのね、まあ、発動なんですが、今日はですね、バーサーカーの、チェーンウィップを使ってね、ギッタンギッタンにしていく動画でございます。で、チェーンウィップなんですけども、自分が相手から除去したプラス効果一つごとに、このアイテムのダメージが1増える。ヒット時、相手からプラス効果をランダムに2除去する。バーサーク中はさらに体力を8回復する。っていう効果なんですけれども、チェーンウィップ以外で相手のプラス効果を除去した場合でも攻撃力が上がりますので、基本的には紫の宝石。まあ、ここら辺メインで戦ってみたんですが、かなり強かったですね。あとはね、ラッパとか、鳥のやつ。まあ、ああいうの結構消せたりするんでね、そこら辺もかなり強いですね。ただ弱点がありまして、プラス効果を積まないキャラ。まあ、特にバーサーカーね、これ結構厳しかったですね、勝つのは。ただそれ以外かなり拷問しました。というところの動画なんでね、チェーンウィップで結構おすすめなんでね、皆さんも使ってみてください。ではね、本編どうぞ。さすがにな。さすがに負けん、これは。こんばんは。ダガーセール本当運がいい。運ゲーですか、これ。さあ、これどうだ？あ、で、ニンニクとバナナなんだよな。バーン！うわ、負けるー。頼む。え、なんでだよ。こうか。ちゃんと入れてれば勝ったかもしんないな、さっき。さあ、相手の攻撃がハンマーしかありません。勝ちました。本当に？意外との子苦戦してない？そうなの？もし負けるこれ。え、これ勝てないの？嘘でしょ？マジ？トゲ強え。これ勝てないんだね。まあ、こんなところか。トゲより立てるのが強え。いや、プラチナになってから、なんか、ちゃんと配置してくるんだったな、相手。ナイス。チェーンウィップ。対戦とか除去したら、これで除去しまくって、攻撃力得るのかな？そこにこれ入れるの？ポーチ。ナイス！いいよ。いいよ、いいよ。いいか。チェーンウィップでどこまでいけんだろうな、これな。レジェンダリー。最後までさすがに無理でしょ。オイルが上がってる？ 13 が18になってる。まあ、ちょこちょこ上がってるんだよ、これ。15、20。27、22。あ、強い。もしかして、あるこれ。これもしかして、ある？ 45% の確率で対戦相手のプラス効果を一つランダムに除去する。これ、除去しまくってたら、マジで、あるんじゃないか？これマジであるんじゃないか？まあ、いっか、これで。十分強い気するんだけど。倒せる気する。頼む。いやーもうこれ強いんだよ。これ強いんだよな。あとこのアーマーはどこまで戦えるかみたいなところある。なんだっけこれ。スタン。スタンに耐えて6%かけてクリティカルを防ぐ。結構熱い気する、これも。お、普通に勝ったわ。なんだよ。指しかなかったか。さあ、こっからどうしようかの。まあ、スタン狙いが一番強いけど。夢を見てもいいけど。どうしようか。なんか別のものやる？でもこのチェーンウィップの可能性を結構ね、見出したい。俺的には。なんかこれでひたすら攻撃速度上げて、紫で消しまくって、攻撃力上げるみたいな作戦もあるな。夢を見るぜ、俺は。まあ、これいっか。やります、これで。あー、難しい。難しい。大鍋はもう俺の勝ちっすね。残念、君。敗北だ。大鍋の時点でお前負けだ。本当に？なんでそんな強いのお前。さすがに大丈夫でしょ。オッケー。プラス効果ゼロで、この人。かわいそうじゃね？だってマナもないんだけど、一個も。
マナもないし、クローバーもないし、これもない、リジェネもないよ、この人。で、吸血もなし。え、強くね？チェーンウィップ意外と。熱くねえか？じゃ、攻撃力ちょっと怖いけど、意外と。攻撃結構怖いね。いや、来たー。マジ？お？だいぶいいんじゃない？これ。これ、モロタロ。さすがにモロタロ、これは。レッツゴー！さあ、プラス効果、相手の削っていけよ、どんどん。はい、削る。削る。削る。はい、消えた。はい、消えた。トゲ消える。あ、強っ！あれ？もしやこれか？これだ、このゲーム。チェーンウィップゲーです、皆さん。メタ。メタ来ました、これ。完全にこれです。もう。もうこれです、皆さん。紫どんどん作ろうかな。紫どんどん作ったら勝てそうな気するわ。よし、いいかな、これで。レッツゴー！うおー、これこれ！これに勝ちたいね。さあ、フレーム消していく。ヒートか。ヒート消していく。これに勝てたら俺もう、これ、心中しちゃうよ、俺。消して、早く。消せよ。40% だっけ、これ。45% だぞ。45%。俺、圧倒的なんだけど。え？え、クソ強いんだけど。やばくね？クソ強いけど。これ自分のマイナス効果も消したら最強じゃね？マジで。これ相手の回復消すか。ハンマーでも消したら、効果発動するのかな？なんかそんな感じするけど。チェーンウィップなんかクソ強いけど。チェーンウィップクソ強いけど。今んとこだってマジでなんか負ける気しないんだけど。さあ、同族。同族の勝ったらこれやばくない結構。だ体力ないな。これ殴られそうだな、普通に。待って、相手プラス効果じゃない。やばい、負けるこれ。無理だ。あ。なるほどね。やっぱ同族に勝てないな。パワータイプには負けますね、これ。パワータイプには負けるわ。パワータイプ対策で、多分アーマー取んなきゃダメなのに、これ。フルートでシールド作ったらなんとかなんないかな。これで一発 65% 相手の削れる。攻撃速度上げる？攻撃速度上げるか。スタミナ足りるよな。スタミナ一旦ここに置くか。まあ、これで増し目るか。まあ、これで増し目しよう。さあ、これはいけるでしょ。あ、でも自分の特効果削れるやつないな、これ。ちょっと時間かかりそう、これ。大丈夫かな？あー、これ、地上に置いとかないとダメだね、一個は。いや、待って、ある。全然。あれ？勝ったんだけど。普通に勝ったけど。なんだこれ？ちょ、よくわかんないな、こいつ。なんで勝ってんのかわからん。きたー。さあ、これで完璧なアビリスト作り出していく。こうか。こうしようか。これは強いんじゃねえか？マジで。フルートもう一個いく？なんかいけそうな気する。一旦買っとこう。レッツゴー！これダガー持っといたらよかったね。こんばんは。ダガー持っといて、紫つければ多分もっといけるんだろうな。俺もう圧倒的なんだけど、マジ。もう相手何もできてないよ。相手何もできてないよ、マジで。ただ殴ってるだけなんだけど。めっちゃ強いんだけど。やばいんだけど、普通に。まあ、これ買っとくのが一番いいんだけど。で、フレイムは2個残さなきゃいけないんで。あ、まあこれいいかな。オッケー。こんばんは、配信。お疲れ様です。こんにちは。黙々とやってます。そうだよ。さあ、これは勝ちっすね。すまん。多分これだけ毒の除去できんじゃないかな。結構。6.65。何秒だっけこれ。5.66 秒ごとに消す。で、これもあるから、8.32 秒ごとに。毒全然食らわないね、これ。その相手、カマねえし。もうカマねえ時点で毒はねえっす。Thank you！ さあ、まずこれやっていきました。OK！おー、これはどうだ？結構消せると思うんだよね、これも。吸血消すっしょ、まず。いや、これ勝てると思うよ、俺。ほら、もう。あいつ、スタミナないし。で、俺、バーサークもまだ残ってるから、絶対負けねえ、これ。あ、強え！同族が来ない限り勝てるわ、これ。マジで。
これ同族来なきゃマジで勝てる。100% 勝てるこれ。大丈夫そう。よし行こう。つぶす。さあ、かかってこい。こいつなんだっけ、プラス効果をランダム一つ奪うだって。消せ俺の毒、毒消してくれ頼む。毒全然消えないけど勝ったわ。でもね、パワー見ていい、こいつの54で59あるよ。しかも 0.98 秒ごとにこれ出せるよ。え絶対あのクソでけえ剣より強いじゃん。チェインウィップ系ですこのゲーム。強っ。お、どう来た。ダガー使っていい？多分ダガー強いよ、これ。ダガーで敵の、あれも奪っちゃえば多分、えぐいんじゃないかな。こんな気がするです。まあ、宝石箱いらないんで。青。いいよ。さあ、これで、ここはなんかいるか？さっきの青入れよかったな。いい武器だね。さあ、仕留めるか。さあ、かかってこい。お前は強い。やめて。痛すぎ。こいつ119とか。クリティカル 15% もあかんの、こいつ。大丈夫。俺は強い。まだ。40、40。大丈夫。大丈夫。俺が早く触れるから。お、強い。え、強い。マジ強い。マジ強い。だってこれ、2.78 秒ごとに50から60ダメージでしょ？でも俺これだよ。0.83 秒ごとに50と55を触れるよ。まあ最終的にはだけども。強すぎだろこれ。チェーンウィップやばいぞこれ。もうマジ使った方がいいぞこれ。メタです。ガチでメタじゃね？え、鬼強いけど普通に。お、いいね。これ回してく？これいく？チェーンウィップにこれぶつけたいね。オッケー、いいんじゃないこれで。さあ、締めるか。どうなんこいつ。こいつも結構パワー強いよな。やべ、ヒート結構削れないこれ。ま、大丈夫。あ、しかしスタミナないで。勝てる。え、強い、強い。あ、強い、あ、強い。わかった、わかった、わかった。え、クソ強いけど、マジで。え、やばいんだけど、普通にこれ。チェイプ、ゴッドでございますね。60ダメージ与えてるし、最後。まあ、吸収したもあるしね。まあ、鳥ばっかだからあんまり関係ないかもしんないけど。え、強いんだけど、マジで。一番強いぞ、今のところ。これ。しかも、体力13回復した後も書いてあるし。強。え、めっちゃ強くね？ま？ま？めっちゃ勝ったぞ。16?15 か。強。あ、いいのか、15勝か。アタック、トーラック、トーラック、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 